ぐずい。ぐずい。何をそんな吠えているのかい？ちょうどよかったね。またどうぞ。どうぞ。どうぞ。そんなに足の状態良くないね。え？いや、別に。あれ？そっち行くかい？フェイントがいいよ、お兄さん。フェイントがいい。フェイントを食らっちゃったね。これ、じゃあ直進禁止。ん？直進禁止だって。うん。めっちゃいい。あれで直進ってのは最悪でしょ。ね。ただただ事故が起きる。うん。待て、俺にも来るようなパリパリ来るようなって。なんでカレー食ったからいらないって言ってなかった。カレーこっち行くよ。よいしょー、くれくれ、もっと買えばよかったね。アホみたいにバカ買いしたけど、案外全部食ったね、リシギに。あのオニオンみたいなやつでしょ。ああ、建築資材、うん、結局行くことなかったね。まあ、これも同じやつ売ってると思うけど、うん、こっちの方は品揃えがピンとして当たり前だけどいいだけね。高そうだよね、レッドロブスター。一回も行ったことないけど。結構お客さんいるね。うん。もうマックしばらく行かねえ。高え。高くなった。何が？マック。確かに。まあだって値上がりするっつってたじゃん。いや、値上がりしても結構俺響いてる。え、あれそんなもんかな。何値上がりしたって言うけど結構聞いたと思う。くれ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 。こうやって戦争とか起きるとこんなにまで物価に影響出るんだなっていう、嫌なところで社会勉強をさせられた気持ちになったよね。身をもって体験すると思わなかったよ。よ、おや。なんかこういうのはなんか中国が仕掛けてきそうで怖い。怖いな。え？そういうことね。それは確かにそうするわ。辛いなあれは。まあわかるけど、ただちょっと。まあいいけど。うちらはそういうのでイラつかないから。いや、びっくりすんのはやめてるよ。ああいうので右折で行かないでほしいって思う。入るときなら U ターンして入ってってくれって思う。混んでるからここって気持ちになるのはわかる。うん。そしてもやしが意外にめちゃくちゃ美味しかった。全部食っちゃった。意外に野菜が欲しいな。やっぱ千切りキャベツ。キャベツは何でしょう。ん、キャベツに鍋合わんでしょ。いや違う、私は食いたいんだって。ああ、それはいいんだけど、まあもやしは買ってくるかな、定期的に。アホみたいに買わないけどね、計画のやつは。安いやつはバカみたいに買うけど、はあ、案外もやし効くよ。どうせも乗っちゃうから。まるでジリジリ迫ってくるやつだよね。うん、絶対早く通ってやんねえってなるんだけど。あのね、ジリジリっていうか、その早く行きよみたいなジリジリの仕方ってあるじゃん。あれが嫌だ。だからジリジリ、うん、全てそれだよ、うん、それ以外ないじゃん。あのゼロスピードじゃない、嫌なんだなっていうジリジリはまだ許せるけど。いや、どっちも嫌だ。それどっちからしても煽ってるようにしか取れないよ、歩行者のからしたら。ただあれが一番うざい。止まって君にああやって待ってくれてる人がいると、ちょっとあの荷物と疲れによって小走りしようってなる。あの中に
すげえスピードでバーって飛ばされるやついるじゃん、うん、あれが一番嫌だ俺、通り過ぎた瞬間にバーって飛ばされる。これうまかったな、もっと買ってよかったな。こっちよりあの奥の方だね、あのオニオンみたいなやつ、うん、アホみたいに買えばよかったな。あ、じゃあアホみたいに買ってもなくなったんだよな結局ブランド品というか、昨日そのなんか安かったって言ってたじゃん、なんだっけ、カップラーメン、カップラーメンじゃねえや、即席麺のなんつったって、うん、あ、いや大丈夫だよ、しなくて、あ、ごめんなさい、ごちゃいこっちからさ行かないね、うん、なんつったっけ、そんな優しいお兄さんに今日いいことあると信じたね、なんつったっけ、チャルメラじゃなくて日清麺作りだが、なんか半額だけど、半額でも200円で俺高いと思うよ、うん、ダメだな、じゃあ家に帰ったら食べようね、ごめんね、俺半額ハンターになってるからさ、ダイエーの安さだってそうだけど、半額以外買うしねえもん、うん、30% は負けでしょって思った、家帰ってカレー食おう、やっぱ買っといてよかったな、美味しかったな、全部使ったんだ、全部使ったよ、うん、まあ、まだ全部食ってないけど、ある使っちゃった、うん、買ったやつ、あ、買ったやつは使ってない、なんで全部使ったの、それうちの親がくれたやつでしょ、そう、あれめっちゃいいな、まあ、やち自分たちで作ってる無農薬だ、うん、めちゃくちゃ美味しかった、てか、あそこの米がマジでうまいんだよ、関根米、あれは美味しいよ、あれ食べたら他の米どの米も美味しく感じないんだけどマジでなんかもらったんでしょ、賞状されたんでしょ、言ってたもんね、あれは賞状されるよ、うちんちみたいなさ、しょべえ炊飯器で炊いてもお米が光り輝いて立つんだよ、すげえよ、うんうん、釜とかで炊いたら相当美味しいんだろうなって思う、逃げた時にね、後ろに
にドラレコがついてないからね、探せないんだよ。じゃがいもとポテトコーラってなんでこんな安いのに。コンセントもそうだけどね、古いのはダメなんだよ。うん、売ってるやつは買わない方がいいと思う。